あれからどうなった？メープル絡みのバグ。修正は徹夜の突貫作業でなんとか必死で直したけど、でもやっぱりメイプルみたいなことをするプレイヤーはあれから出てきてないみたいで。そうと分かってればこんなに急ぐことなかったのにな。でもいずれはやらなければいけないことでしたから、一緒に他のバグチェックもできましたし。そりゃそうだけどさ。運営スタッフはつらい。ただまたしてもメイプルにレアアイテムを取られてしまいましたが、それと新たに気になる出来事が一つ。今度は何？メイプルと遠征の国のミーの共闘です。すでに楓の木と集う政権が友好関係を築きつつあるのに、さらに遠征の国まで加わったら。やめて、考えたくない。あまりに強すぎるユニットです。いよいよゲームバランス崩壊の危機かと。心配しすぎだって。ちょっと他のギルドのメンバーとお茶することぐらいあるでしょう。それにほら、今回の第7回イベントもさ、フィールドを難易度で分けたじゃない。あれって明暗だと思うんだよね。ほんとほんと、これならゲームバランス的にも問題ないし、プレイヤーの強さに応じてイベントを楽しんでもらえるから。確かに難易度を設定するのは素晴らしいアイデアだったと思います。褒められた。モンスターは倒されましたが、地形でダメージを与えられましたし。そうとも、地形ダメージだって立派なダメージだよ。モンスターはむしろおとり。地形で与えるダメージこそがメインという発想の転換。この後はサーリーの苦手なお化けのエリアもあるし、状態異常系トラップもあるしさ。そうですね、4回以降が楽しみです。ああ、期待しててくれよ。